ジャパンリートアドバイザーズ株式会社にて CFO を務めております上園と申しますこの度は説明動画をご視聴いただき誠にありがとうございますただいまから資料に沿って当社が運営いたしておりますユナイテッドアーバン投資法人略称 UUR の実績投資方針特徴等につきましてご説明申し上げます それではよろしくお願いいたします今回は目次にあります左側の項目 UUR の特徴 UUR の運用状況につきまして各項目に沿ってご説明申し上げますまず最初に3ページでございますけれども UUR の基本情報を記載しております 投資法人名はユナイテッドアーバン投資法人。証券コードは8960。上場日は2003年12月の22日でございまして、J リート中10番目の上場でございます。投資口数は311万8337口。エリート分類投資対象といたしまして、総合型に分類されます。 商業オフィスホテル住居物流施設他を投資対象といたしております資産規模は6768億円総合型 J リート23銘柄中5位でございます決算月でございますが J リートでは半年に1回の決算が一般的で UUR は5月11月を 決算付きとしております資産運用会社はジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社マルビニ株式会社100%子会社でございます。続きまして4ページでございますが「UUR の成長の軌跡」というページでございます。左上に過剰書きで UUR の特徴を何点か記載しております。一番最初に書いいてございますが 商業オフィスホテル住居等を含む総合型リートとして助長いたしております総合型リートとして商業施設オフィスホテル住宅に加えその他の分野として物流施設結婚式場コールセンターヘルスケア施設などにも分散投資をしています 3番目でございますが、後ほど申し上げますけれども、運用地域の分散も図っております。それでは図の説明をカイツマンで申し上げます。設立来の歴史についてですが、2003年11月に設立、同年12月に上場、矢印の中ほどにありますとおり、リーマンショック後の2010年12月に、 日本コマーシャル投資法人を吸収合併いたしました。格付けについてでございます。赤字で記載しておりますが、11年に JCR で AA マイナス、14年にワンノッチ格上げとなり AA、AA フラットとなっております。ESG 格付けについてでございますが、22年6月に世界最大の年金基金である 年金積立金管理運用独立行政法人が運用のベンチマークとしている MSCIESG 指数に組み入れられました私どもが知る限り J リーと2例目の MSCIESG 格付けでの WA 取得となっておりますそして2023年12月には上場20周年を迎えることとなっています皆様のご支援 サポートをいただきながら20周年の節目に近づいており改めまして御礼申し上げます続きまして UUR の運用戦略でございます一番上に書いてございますが本源的価値を有する不動産を見極め持続的成長を追求するリートでございます具体的には図の中ほどに記載しているとおり 投資判断の視点として立地物件のスペックテナント契約期間や賃料等をはじめとした契約条件を投資の際に重視いたしております中でも立地については最重要項目と位置づけておりますスライドの中段両端の青いボックスは運用の考え方を示しています 左側のダイバーシファイドインベストメントが多種多様な不動産への源泉投資という外部成長の考え方右のハンズオンマネジメントが現場第一主義に基づく物件育成という内部成長の考え方を表しております続きまして UUR のポートフォリオです用途別 地域別物件別に円グラフで表しておりますいずれも大きな偏りなく分散できております用途別では商業オフィスで約3割ずつホテルが24%程度住居で約7%その他に分類している物流施設で同じく7%程度となっています地域別では 東京周辺の首都圏地域で六割程度、大阪県約十七パーセント、名古屋県約三パーセント、その他の地域で二十パーセント弱です。一番右に物件別円グラフをお示ししております。二千二十二年五月末現在、UU.R. は百三十六物件保有しておりますが、特定の物件に集中することなく。 最大物件でも資産規模に占める割合は4%程度となっております。主要物件につきまして、次ページでご紹介いたします。左上写真の新大阪駅近くの新大阪セントラルタワー。分類はオフィスになっておりますが、本物件はホテルを併設した複合施設でございます。下段中央の 沖縄のロワジールホテルスパタワー那覇は那覇空港に近くプロ野球チームのキャンプの宿泊施設として長年にわたりご利用いただいております物件についてさらに詳しくご知りになりたい方は右上の QR コードからご参照ください続きまして UUR の主要指標でございます 図にお示ししました通り四つ記載いたしました、えー。時価総額でございますが四千四百八十四億円、二千二十二年五月末現在ということになります。ジェリート平均ではおよそ二千六百から二千七百億円程度かと思います。続きまして右上利回りでございますが予想分配金利回り四点三パーセント。 そして左下有利子負債を総資産で割った比率である総資産 LTV こちらが43.4%それから日本格付け研究所による長期発行体格付け w a は日銀の投資口買い入れ的確でございます。 日銀は UUR の主要投資主ということになっております。続きまして UUR のポートフォリオの概要をお示ししております。左側に物件の稼働率を記載いたしました。全物件平均で98%超と高稼働率を維持しており、当面もこの水準の高稼働率を維持する見通しです。左下は用途別の稼働率ですが、 どの用途も高い稼働率となっております。右側の NOI 利回りは直近四点七九パーセントの実績。二千二十三年五月期には四点九パーセントへの上昇を見込んでおります。続きまして十ページ U U R の含み益についてです。二千二十二年五月末現在一千六百飛び五億円の含み益を有しております。 基本的に右肩上がりで含み益が積み増されており直近期末時点の22年5月末において申し上げましたとおり1600飛び5億円にまで到達いたしております含み益率は期末時点で24.8%これは不動産価格の下落局面においても UR 保有物件が価格下落に対して耐える余力が相応にあるということを示しております 次に UUR の一口当たり分配金についてでございます。タイトルの下の方にお書きしておりますが、着実な実体利益の成長及び売却益、内部留保の活用による安定分配を目指しております。37期2022年5月期は3112円の分配金のお支払いとなりました。 38期、39期ともに内部留保や物件売却益を活用しつつ、3100円の分配金を安定的に維持する方針です。また、早い段階で内部留保や売却益を使わない実体利益のみで3100円を分配できるよう収益力を向上させたいと考えております。 そして、その先はさらに上の水準を目指し、しっかり運用してまいりたいと、このように考えております。次に決算サマリーです。実績と予想費との対比を中心にご説明申し上げます。直近2022年5月期でございますが、当期純利益は96.2億円となり、一番右の基礎の 予想対比にお示ししている通り、純利益で約十億円の増益となりました。第三十七期は後ほどご紹介する飯田橋プラーナの取得のほか、六番町軽ビルのオフィスビルを売却しております。その売却益九点七億円により、当期純利益が十億円増加し、内部留保を取り崩さずに六ヶ月前予想の 3100円を12円上回る3112円の分配金を実現できましたなおバランスシートについては概略を下段に記載しております資産合計は7000億円超となっております続きまして UUR のスポンサーグループとのコラボレーションにつきまして申し上げます冒頭申し上げましたようにスポンサーは 総合商社のマルベニでございますマルベニは総合商社として非常に多くの産業分野で事業展開をいたしておりますがマルベニはじめグループ内の各事業会社と連携協業し UUR 保有物件の収益性向上新規案件の取得に取り組んでおります不動産関連のグループ会社を何社か記載しておりますが図にあります通り不動産関連のみならず 電力分野、保険分野、IT 分野といった多岐にわたるグループ内事業会社とも協業し、多方面での総合協力を実施いたしております。続きまして、新規取得物件のご紹介を申し上げます。これから3件ご紹介いたします。先ほども申し上げました物件でございますが、飯田橋プラーノというオフィスビルで、 第37期2022年5月期に取得いたしました東京都心の大型再開発プロジェクト内に所在する有料オフィスビルでございます JR をはじめ6つの路線を利用可能な飯田橋駅から徒歩2、3分に立地しておりまして上段中ほどに記載のとおり想定 NOI 利回りは4.5%となっております 立地が非常に良い物件ですので、今後も当物件内で追加取得の機会があれば、前向きに検討したいと考えております。続きまして16ページ。2物件とも第38期、2022年11月期に取得した物件でございます。上段の KIC 佐山日高ディストリビューションセンターについてですが、 埼玉県日高市に所在しております物流センターの競争優位性として極めて重要な幹線道路とのアクセスに関して圏央道狭山日高インターチェンジまで約 1km 国道16号まで約 3.5km であり広域地域配送に優れた新築物流施設でございます。続きましてガリバー八王子南野店でございますが。 人口増加地域である東京都八王子市八王子ニュータウンにございます本物件の資金に八王子南バイパスの開通が予定されておりアクセス利便性のさらなる向上が見込まれますえ続きまして17ページ開発物件の取り組み及び進捗でございますこちらは高齢者用住宅の 宮の森二条開発案件です当社初の開発物件でございます札幌駅から地下鉄と徒歩で約30分高齢者向け住宅の立地にふさわしく自然豊かで歓静な住宅街に所在する物件でございます竣工は2023年5月開設は同年の7月を予定しております 建物完成後の巡航期の想定 NOI 利回りは5.8%を見込んでおります。続きまして、内部成長として既存物件の収益力向上の取り組みについてご紹介いたします。千葉県柏市の商業施設、モラージュ柏は、マルベニグループ事業会社との協業により収益力向上を実現した例でございます。 グループ内 IT 事業会社である丸紅ネットワークソリューションズの専門性を活かし、駐車場でのデータ収集、分析をもとに、来場乗用車の動線最適化工事を実施、警備費用削減、余剰駐車場の解約による地代の削減等のコスト削減を実現いたしております。次に、福岡市天神所在の商業施設、 UUR 天神西通りビルですアパレルのアバクロンビーフィッチに一等貸ししておりましたけれども同社が退去コロナ禍による社会環境の変化を捉えニーズの強い美容雑貨クリニックのテナントを誘致いたしました現在満室稼働で収益安定化を実現いたしております。続きまして ESG に関する取り組みです。枠内に記載しているサステナビリティ方針を定め、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向け取り組んでおります。上段のサステナビリティマネジメントですが、2015年に SDGs が国際社会全体の目標として国連で採択されました。昨今は 短期目線の成果主義ではなく長期目線での持続的成長に国内外の投資家の皆様の関心が集まっています。UUR 資産運用会社ともに SDGs の考え方を指示いたしております。不動産の投資運用を業とする企業体として SDGs の達成に貢献すべくサステナビリティ方針をもとに ESG 環境、社会、ガバナンスの要素を運用方針に取り入れております。またその下、ESG 関連情報の接客開示についてですが、UUR、資産運用会社におけるさまざまな取り組みは、ウェブサイトでご紹介しております。右下の QR コードからぜひご覧ください。最後になりますが、ご説明申し上げましたような取り組み、 活動、開示姿勢について、従来から ESG に関する外部機関から高い評価をいただいております。それらの実績についてご紹介いたします。冗談ですが、国際的イニシアティブへの賛同です。SDGs の達成に向けて、国際社会には様々な活動機関が存在しておりますが、その中でも国内外の投資家も支持、 賛同している活動機関の考え方に資産運用会社も賛同を表明し活動機関の考え方を不動産の投資運用方針に取り組みその成果を積極的にウェブサイトで開示しておりますまた外部評価に関してですがニューユーアール運用会社のさまざまな取り組みや情報開示が評価され J リートの ESG 評価を行うグレスピーや MSCI といった評価機関から高評価を獲得いたしております MSCI の w a 評価は我々の知る限りジェリートで二例目とこういうふうになっております以上をもちましてユナイテッドアバン投資法人についてのご説明を終わらせていただきます お手元にダウンロードしていただいた資料の後半には補足説明資料として決算係数等より詳しい運用状況を記載しておりますのでぜひご参照ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。